それでは発売直前のセガラリー、セガサタン版ですね、はい、これでですね、リカちゃんとサリナちゃんに競争してもらいたいと思います。はい、上がこれは1プレイヤーですね。1プレイヤーリカちゃん ね、 そうですね。下がサリナ。はい、今スタートしました。しました。はい、抜いた。はい、ほら、はい、抜きました。リカさん抜きました。サリナ、背中にでかい風穴開くで。うちはその方、お疲れ様です。あの方ともテレビのこともすっかり。セガサタン版のバーチャコップで対戦、レディー俺の方はどこやねん。リカさん口開いてる。私開いちゃうのよ。おしいよね。僕がゲームチャンピオンだ。昨日ね、私んち教えてくれた。いや、俺1週間前に俺もうみっちり分かった。じゃあ、 早速ですね、はい、ゲームを思い出しや。ありがとうございます。お前最近ショーパンチのタイミング乱れてるから。あ、はい、クッといっとけ、クッと。そうですね。そこもやられんのよ。もうもう、ね、サタン版のバーチャ2はほとんど試したことがないって言ってますよね。そうみたいですね。コーチ通りです。いや、コーチ通りじゃないよ。ブソブソガンさん、打ち合わせ通りの結果で。いや、その負け惜しみやがらせたよ。負け惜しみ。打ち合わせ通りで楽屋違っとったやんけ。合ってないやん。割と違います。いや、なんか割と出た感じでそんなに違ってないね。それじゃあ一応、この12月1日に発売されるバーチャファイター2の最新情報、はい、を見ていただきたいと思います。どうぞ。みんなが待ちに待ってブンブン丸さんと伊集院さんのバーチャ2対戦を行いたいと思います。イエーイ。それではどちらが勝つでしょうか。はい、それでは用意してください。ジジイ、はい、酒飲みジジイ。俺パンツ出しウルフで。また俺ブンブン回されんじゃねえの。もう ER カンフー得意ですか。俺も得意ですか。 ER カンフーは負けないですか。それでは